でまず今日の、どういう話かというと、まあ、今のその目標設定で本当に成功イコール幸せになりますかっていうところですね。今のところで、まあ、僕たちはお金の会なんで、まずは僕たちの目標、共通的なものとしては、まあ、目標年収っていうのがありますけど、あなたの目標年収はいくらですかと。で本当にそれは目標と言えますかと。例えばで、ね、やっぱり面談とかいろんなアンケートを取った時に目標年収っていう欄をつけておくとですね、皆さんね桁のすごい回答を送るんですよ。目標年収3000万ですとか、目標年収5000万ですって、で目標とか書いてあるんですね。でも実際目標っていうのは現実として叶えられる達成プロセスになるもので、達成プロセスのないものは夢や希望っていうわけですよね。でやっぱり年収を語る際、単に夢や希望を抱き続けてるだけの場合が多いわけなんですよ。で夢や希望を抱いていいのは小学校3年生までで、大人になってまで夢や希望を抱き続けるのは、ね、いかがなものだと。で達成までのプロセスのない夢や希望、これはやっぱり何年経過しても夢や希望のままなんですよ。なんでかというと達成プロセスないから。で永遠に達成させることはないのもあったけどですね。で例えば夢や希望のままですね、書店とかネットとかで情報収集を行うと大ジャンプ起きな、ね、大ジャンプをしないといけないから、そこまでにいきなりピョンと FX とか仮想通貨とか瞬間最大風速的な一発大逆転ビジネスとかね、こういうものに目が行ってしまうと、電波が行ってしまうと。そうするとやっぱり目標年収3000万とか5000万どころか、目標年収1000万水準も永遠に到達できないわけなんですね。で本当にそんな状態で成功幸せを手に入れたって言えますかと、まあ、と言いながらもやっぱりね、この本当に目標とこの夢や希望の違いが分からず失敗するパターンが多くて、で大富豪ファーザーマスターヒロさんに教わる前の僕自身もそうだったんですけど、やっぱり過去を分析してみると目標と夢や希望がごっちゃになってましたね。目標になっているものもあれば、夢や希望を目標にしているものもあれば、でこの問題の根源はやっぱりうまくいくこともあれば、うまくいかないこともあるっていう状態を発生させる根源になっちゃうんですよ、これがね。で夢や希望の危険性っていうのは、これ明らかにおかしいでしょう、こんなおいしい話あるわけないでしょうっていうインチキ話にも引っかかってしまうね、原因になってしまうんですよ、これね。僕も過去そうだったんですけど、夢や希望をあたかも目標のように取り違えてしまうと。そうするとエクセル立ち上げてもわけらわかんない川残用をね発生させてしまうんですよね。うまくいくものにも手を出してるかもしれないけれども、必ず失敗すると分かってることにさえ手を出してしまうと。こういうものは偶然のラッキーでうまくいったとしても、それが継続するわけがないんで、自然の失敗の連鎖が発生するんですね。でよく私が失敗したのは偶然こうなりましたみたいな人いるんですけど、聞いてきと全部必然なんですよね、はっきり言って。だからね、実は偶然の失敗ってほとんど例がないんですよ。でよく失敗から学ぶっていう言葉も巷の経営論では言われてますけど、まあ、ファーザーとマスターヒロさんからすれば、よくそんな余裕があるね。なぜなら失敗の量だけは誰もコントロールできないわけじゃないですか。運よく戻ってこれる程度の失敗で済めばいいですけど、大抵お金の世界では戻ってこれないレベルまで失敗拡大してしまうわけです。例えば従業員雇ってればそんだけの経費があってさらに膨らんだりね、いろいろビジネスパートナーと取引したりなんとかしたり連鎖して広がっていっちゃうんですよ、全部ね。銀行にも迷惑かけて、いろんなところに迷惑かけたり。実際は偶然のトンデイスタンブールってないんですよ。コロナが起きて偶然とかね、何かの大暴落が起きて偶然、これ偶然って言わないんですよ。それも本来は想定できる範囲の中だから必然のトンデイスタンブールなんですよね、それもね。で僕の場合は幸いなことに億単位のお金を失ってしまったけど、命は残っていたと。でファーザー一族に救っていただいた。なんでやっぱりこうすれば失敗するっていうのはね、やっぱりいっぱいあるんでね、仲間たちには皆さんたちにはあらかじめ分かってる失敗っていうのは絶対にしてほしくないわけです。普通はそうそう帰ってこれないんでね、失敗すると。で必然の失敗ではなく、必然の成功だけを積み重ねてほしいわけじゃないですか。その中でやっぱり非常に重要なのがやっぱりね、目標なんですよね。もうその目標に根拠ありますかって話なんですよね。じゃそもそもので、じゃあ皆さんちゃんと目標設定できますかと。多分僕のところまでたどり着いてる方々で、こういうお金に関して、経営に関して、ビジネスに関して、投資に関して勉強してない方ってあんまりないと思うんですよね。じゃないと僕の長い文章を読んだりできないんで、そもそも。だから多分共通するのは、たくさんね、書籍とか教材とかセミナーで学び続けてこられた方々、勉強熱心な方だと思うんですよ。だからそれだけでも世の中的にはすごいと思うんですけどね。
お仕事にしろビジネスにしろ何か勉強してより良い、ね、未来を手に入れようという考えを持っている人たちだからすごいとは思うんですけど、そういう方々でさえいざこの目標設定という最初のスタート段階に行く前のスタート地点に立つ前の状態のことでさえまともにできない状態が多いわけなんです。で、必然の成功イコール幸せの達成と継続に重要なことの一つに目標設定があるんですよ。じゃないとそもそもなんで必然の達成とか継続って言えないですか、目標はないのに。で、適当でいい加減な目標設定でやっちゃうと目標ではないんで、例えばこの頭の中でパッと思いついた数字並べただけだったり、モチベーションが湧き起こりませんとか、モチベーションが継続できませんとか、もしくは一つのことを成し遂げただけでターゲットの数状態に陥ったりとかね。そうすると結局は人生の中で継続的に成功イコール幸せっていうのを味わい続けることができないわけなんですよ。やっぱりなんでその年収が目標なのか、確かな根拠が必要。じゃあその根拠って何ってところなんですね。またはどういうプロセスを得て目標設定するのか。サラリーマンの本業と副業、ね、これ自分自身だけじゃなくても、じゃあ自分がまともにできないのに、じゃあ部下にどうやってそれをね教えるのとか、また個人事業主、経営者などの自営業者、これも自分ができないのに、じゃあどうやって社員さんとかね、じゃあ次は後継者の人とかね、お子さんだったり親族だったり後継者の人だったり、どうやってじゃあさせるんですか。で、目標設定方法が分からない状態でどうやって真剣にね目標に向かい合うって、だって目標がないんでしょっていうね、向かい合うものがないみたいな、その達成に向けた取り組みを始めて、さらには達成したり継続したりすることができるのか、